はい、月です。 iPad mini 4 ノート PC 化計画、もう第何弾だか忘れてしまいましたが、はい、こちらジェッテックの Bluetooth キーボード for iPad mini 4、こちらの方を買ったのは良かったんですが、まあ、重さと角度問題が結局合わずに、まあ、断念したと。こちらの方は、またメルカリさんに出品しておりますので、そちらの紹介動画の方はリンク貼っておきますので、そちらからご興味ある方はぜひ、チェックしてみてください。で、結局のところこの半側のって言いますかね、こちらの方を今使ったりしてるんですけども、やはりこの角度問題がどうしてもあってですね、膝に乗せた時角度が少し立ちすぎてる関係で、もう少し寝かせたら打ちやすいのになと、まあ、あとはエンターキーがもう少し大きいといいのになということで、いろいろ検討しまして結局買ってしまったのがこちら、はい、ロジクール IK0772 キーボードケース iPad mini 4でございます。はい、Amazon さんで現在こちらですね、11,185円で販売されています。で、結局このジェッテックとそんな変わらないんじゃないかというふうに思ったんですけども、まあ、評判がいいっていうのと、まあ、ロジクールさんというところでこの辺の角度がまあまあ調節できるんじゃないかなと思いまして、まあ、結果として試さずにはいられないというところで、まあ、購入してしまいました。まあ、比較的レビューも評価が高い商品でございます。では早速開封したいと思います。はい、裏箱はこんな感じになっています。ゆったりなキーレイアウト、傷や機体から守る保護カバー、6ヶ月の電池寿命、充電式バッテリー、自動スリープウェイク、 iOS ショートカット、 Bluetooth というところですね。2年間無償保証と、これもいつ買ったのか忘れてしまうぐらい前に買ったので、もしかしたら初期不良対応してもらえないかもしれませんが、まあ、早速開けてみたいと思います。なかなかこう見ると高級感ありますね。まあ、何回か店頭で試してみたんですが、それほどいいものだなとは思わなかったんですが、結果買ってしまったという感じですね。はい、キャンバスっていうんですかね、説明書はこんな感じです。はい、まずは重さですが 276g と。こちらのテックネットさんの方がやっぱり軽い、当たり前ですけどね、軽いですね、 227g でもそんな変わんないんだな。はい、50g ぐらいやっぱり重いですね。でジェッテックさんもこちらは280と、まあ同じぐらいですね。ただこちらの方がまあ金属を使ってたりするので、ちょっとこう重い実感がございます。こちらの方は先ほど申しましたが、まだ販売中ですので、よろしければご購入ください。では iPad mini 4を取り付けてみたいと思います。簡単ですね、非常に簡単に取り付けられます。重さは 605g、まあ、ノート PC ですね、本当にちょっとしたノート PC という感じになっちゃいますね。この辺が、この辺がマグネットになってるのかな。あ、でもやっぱりマグネットになってるとはいえ、やっぱりこう安定はあんまりしないですね。Bluetooth 接続をしてみたいと思います。ここですね、おそらくここを、はい、これで電池がつきました。で、ここにフォーカスキーボードケースというのが出ましたので、タップすると、あ、もうこれだけで接続されましたね。他のものは暗証番号と打たないとできなかったと思うんですけども、こちらのキーボードはタップするだけでもうすぐ使えるようになったと思います。ではメモ、このデリートの位置がですね、打ちにくいですね。 リターンとエンターとデリートがもう少し大きければいいかなっていうような感じですね。はい、もう一度ワンユーエオか、でもここ
こうしちゃいますね。デリートでこうしちゃいますね。はい、まあ、50音打ってみましたけども、ちょっと癖があるというか、こうやってこちらで比べてみると、ちょっとですね、キーボード打感としてはキーボードの打感は非常に良かったんですけども、こちらの安物といいますか、ジェンテックさんのキーボードがやっぱり広いので、特にこのバックスペースですね、こちらを考えた場合、このデリートキーがキーボードのだいぶ上にあるという点と、あと小さいと、そもそも小さいという点が非常に打ちにくかったですね。ですので、バックデリートしようとしましたら、こっちのボタンを押しちゃってるということが何度も今ありました、はい、打感としてはいいだけに、ちょっとなんとなく残念かなという感じですね。で、今までこれらの外部キーボードで一番厄介だったのが変換問題。絵文字にしないといけないっていうですね、絵文字にすると英語ですね、これにして日本語と、ワンクリックといいますかね、ボタン一つで英語と日本語ができたらいいんですけども、コマンドだけでできたらできないですね。何かキーを2つ押さないといけない、あるいは2回押さないといけないというのは、非常に効率が、作業効率が落ちるかなというふうに思うので、 FN、まあ、一番いいのはこれ出しといて、イキイキってやって、こうやってイキイキ、あれイキイキとイキイキ、ここで変えるというのが一番いいのかもしれないですけど、まあキーボード出てここだけ、作業領域はここだけなので結構間抜けだと思いますので、やはり、どこかキーですね、1個押せば英語と日本語がですね、使い分ける、変換が英語入力と日本語入力が分けれればいいかなと思うんですけども、どのボタンを押してもやはりですね、先ほども言いましたけど、打感っていうんですかね、打った感じや木を打った感じは非常にしっくりきてですね、打ちやすいんですけども、このリターンキーとデリートキーがですね、非常に打ちにくいですね。特にデリートキー、バックスペースデリートキーを押そうとすると、このシャープスラッシュなのかな、ここを押してしまうということが異常になりますね。まあ、ここについては慣れかなと思います。このキーボードの小ささについては慣れかなと思いますが、やっぱりこのデリートキー、リターンキーを押しにくいなというのが実感ですね。角度問題なんですが、まあ一緒ですね。角度としては、ネットの Bluetooth キーボードと一緒なんですけども、ここがない分だけ、狭まってる分だけ角度があるように取れるのかな。あとは少しこう寝かせることができる。ですかね、まあ、思った通りであるんですけども、大きな改善はあんまり期待できないかなというところですね。